前佐々木選手いじりましたね、いじったって言ったら悪いんですけど、前予選いましたよね、彼ね、ちょっとイケメンな感じの。ロボ勝ったね。あ、もうね、煽り立てるんですよね、ここの方は。ロボピンチとか。富山、富山。さあ山田選手連チャンですね、連チャン、はい、どうしても今日はですね、なんと600人参加なんでですね、多分決勝は8時ぐらいになるんじゃないですかね。ロボは40の6飛んでないとピンチ、まあそうでしょうね、多分。隣の台の白いユニフォームは台湾の方じゃないですか、すごい上手い方ですよね、はい、そうですね、やっぱさ最終戦も多いですけど、関東で行われるトーナメントはもうやっぱり多いですね。関東はやっぱり男女合わせて500-600人、ああ決まった、決まりました、500-600人参加されます、はい。最終戦とか横浜とか開幕戦はすごく多いですね。そろそろプロ試験難しくしたら、どうなんでしょうね、プロテスト。筆記とか難しいって言いますけどね。あ、プロテスト女子プロの方はプロテストの内容変わりましたね、ファットブルに、なりました。要項ですね、よければ見られたら、まあ、この試合が終わった後でも変更事項をお知らせしたいと思います。バイクと実技簡単すぎる、簡単ですね、ですかね。まあ、このこれですね、本当にこれはですね、今試合中なんですけどね、選手をその増やしたいっていうことよりは、やはり開催する回数がやっぱりすごく少ないので、少ないというかで場所も限られているので、やっぱちゃんとしたオフィシャルとしてのプロテストを行っているので、その チャンスがやっぱりしょっちゅうないんですよね。九州だったら2回とか